先日のダーウィンが来たを2分で要約してみたよ。アジアゾウのリーダーはメスなんだけど、今日はリーダーのメスのゾウさんにお話を聞いてみたよ。ここはネパール。そして私がこのアジアゾウの群れのリーダー。アジアゾウの群れのリーダーは一番年上のメス、あとはその娘とその子供からできてるの。オスは15歳になると群れを出てっちゃうから、群れに大人のオスはいないのよ。でもさっきからストーカーみたいに群れにずっとついてきてるオスがいるけど、敵なの？それとも味方なの？わしのことかね。わしはこの群れの用心棒みたいなもの。最近ではこの地区もベンガルトラが増えてきて、子供のゾウが狙われているんだ。一時期は絶滅の危機に陥ったこともある。だから群れのリーダーのメスだけでは大変だろうということで、わしも用心棒みたいなことをしているというわけさ。迷子になったものを守って群れに戻してあげたりもするんだ。なぜそんなことをするかって、わしはこの群れのリーダーの兄なんだよ。以上が群れの説明でした。ところでこの村では今、ゾウと人間の間で揉め事が起きてしまっている。ゾウが村の民家を壊して中の米を食べるんだ。もともとここはゾウの行動範囲だったんだけど、人が農地を作ったり家を建てたりして、それでいろいろと争うようになったんだ。オスのゾウはメスの倍の450キロも歩き回る。だからこうしたオスがこの村を襲ったら危ないぞってメスたちに伝えてくれることによって、被害が防げたらいいなと村の人は考えているんだ。今日も見てくれてありがとう。またね。バイバーイ。